35分の1の、戦車の模型で、T29E3 となります、メーカーがタコムさんになりますね。見ていきましょう。クオリティってのはすごく高いメーカーなんで、ちょっとねもう中身は結構いろ何回も見て、なんかちょっと指輪になっちゃったんですけどね。結構お値段するんですけど、それなりのクオリティ、部品数も多いんですよね。組み立てやすいかって言ったら部品数が多いからちょっと大変っていうところありますけど、精密さっていうのには全然問題がない。逆に多いんじゃないかっていうぐらい部品数が多いですね。ちょっと全部はお見せできないかもしれないですけど、で特徴のある砲塔ですね。イカ頭的な砲塔、サイドワインダーがあるタイプになるんですけど、 T 肉、ゲームの中で T 肉って言われる車両でも、その車両でバージョンアップしていくんですよね。だから砲塔でワインダーのついてない砲塔なんかが初期砲って、よく初期砲塔って言われますけど、っていうのがありますけど、これはサイドファインダーのあるタイプをしか砲塔がついてないですね。このこれ開けてみましょう。これがフランス中戦ソミア、中戦車ソミア、同じ35分の1スケールになりますけど、これが今開封してるタコムの35分の1の T 肉の砲塔ですね。同じスケールです。まあこのソミアさんはね、可愛すぎるのでちょっとよく置いてきますよね。で今またたまたま作りかけのばっかりですけど、これがイギリスの重戦車ですね。チーフテンの砲塔になります。もうここまで来ると同じぐらいの大きさになります。ソミアが比較対象にならないかもしれないですね。ちょっと小さすぎますね。まあこれが重戦の基準の大きさになってきたっていう時代の戦車でしょうね。両方重戦車って呼ばれる時代なので、現代より少し前、近代の戦車になりますね。これからシャーシ、車体、車体下部はバスタブの一体成形になりますね。乱反射しますかね。この中に、バスタブの中に入ってるのが、あの離体を組むためのガイドです。部品ではなくてチグですね。これでその離体のつながり、連結の組み立てのしやすさをカバーするという。左右ついてますんでね、2つついてます。
開ければいいんでしょうけどね。ビニールが反射しなければちょっとこれでいきたいと思います。正直言ってね、まだすぐ作るっていう段階ではないんでこれが車体上部の後方になりますね。後ろの部分のエンジンの上のグリルですね。これがターレットリングの 後半の部分。タコモっていうメーカーはあまり知られ、まあ中身をなかなか見るチャンスがないかもしれないんですけど、店頭にあっても。タコモのキットの特徴であるのはゲートがかなり大きめなんですね。太いっていうのが特徴です。あのタミヤを見慣れるとそういう感じを印象を受けます。なので切り離しの時にはやっぱりちょっと注意をしないと、あのゲート処理が大変だったり、あの部品本体の方に亀裂が入ったりしますので、これはまあその特徴をよく掴んでしっかり把握しながら切り離しをした方がいいですね。でこれが車体の上部の前方になりますね。これがドライバーズハッチと通信士かな。で機銃ですね、ゲームの話に戻りますが、まあここが弱点でここを打ち抜かれるとダメージが入る。反対にすると細かいパーツがたくさんありますね。こんな感じでまあ本来タミヤでも別個になってるパーツもありますし、まあ印象的にはやっぱりタミヤと比べると部品点数は多いキットだと思います。まあ今のが車体上部のパーツのランナーで、これが足回りですね。天輪関係のランナーで、これ分かりにくいですけど2枚入ってます。同じものが。内容的にはこうタミヤのスタンダードなキット、プラモデルキットの部品の構成と似てると思います。ちょっと飛びますけど、クリアパーツですね。ヘッドライトとキューパーの部分は、キューパーはもう透明で成形されてますね。が、これなんていうの、フェアリング、左右のフェンダーの部分、フェンダーの上部、上面、このサイドフェンダーですね。これ1枚もんですね。タミヤなんかだったらもうさっきの車体上部と一体ものになってるかなと思いますけど、これが後頭の下部になりますね。こんな感じで、あとこれ棒順の部分ですね。棒順の部分に、シートというか、あの布がかぶってる状態とそうでない状態が作れるようにはなってます、部品構成で。でその布の部分もプラスチックのパーツで構成されたパーツが入ってます。4パーツで棒状の部分を覆うような形になってますね。つけなくても、つけない状態で、作ることもできます。なので今言いましたけど、方針は2つのパーツで合わせて筒を作るタイプで、さっき言いましたように棒順をカバーする防水の
カバーがついてるかついてないかで作り分けをするときに、そのまま組むタイプとそのカバー付きのやつと2種類ついてますね。ちょっと詳しく見てないけど防潤が何タイプかついてるんですけど、カバー付きと ついてないので違うのかもしれないですね。でこれが履帯になりますね。履帯はさっきの天輪のパーツにも少しありましたけど、これがほぼほぼ1枚で履帯のランナーになってますね。大きくて長い車体なんですけど、まあ長直空列っていうんですか、並んだ状態の波打ってないっていう感じで、そのまま長いのが2枚ずつ4枚ついてますね。上と下ってことでしょうね。であとは一個一個の点、履帯と、あと4列とか6列のつながった履帯とありますね。で一応同じ袋に、同じ袋じゃないな、別個だな、デカールですね。まあ本当少しですね。シャバンとアメリカの星のマークと、それと、ワイヤー、ケインワイヤーの部分は金属の、コード、ちゃんと酔ったやつがねついてます。フックの部分はプラスチックのパーツがつくんでしょうね。ちょっと分かりにくいですかね。こんな感じでついてます。曲げやすそうかな、金属なので当然瞬間接着剤取り付けてますね。僕の大嫌いな、まあ、その分ディテールはリアルっていうことだよね。こんな感じです。ただね、定価自体がちょっと高いんで、タミヤのキットの 2倍強しますかねぐらいの、価格帯になります。ただ選択肢がないんで、現状多分タコムしか出てないんじゃないですかね。ただとてもいい、あのメーカーからとてもいいキットが T 肉は出てます。それだけのお話の動画になりましたが、もし T 肉にね興味がある方は探してみたらいかがでしょうか。こんな感じです。 T 肉の紹介、 T 肉のキットの紹介動画ですかね。これを早く作ってみたいですけどね。現状作ってるのが終わったら取り掛かりたいと思います。じゃあ終わります。